はい、駿河湾沼津まで来ました。まあ時間は1時ぐらいかな。あと3時間ぐらいで着くんだけど眠い。なぜかこの3時間が眠い。大阪とかだったら結構気持ちの気合が入ってるから逆に眠くならないんだけど、名古屋とかだとちょっと近いんで気持ちにゆとりができちゃうというか、その分ゆとりの分眠くなっちゃいます。といっても、まあこのまま頑張ってふっと5時ぐらいには遅くても5時には下ろし終わりたいです。はい、そんな感じで頑張って向かいます。もう少し、はい、3時間本日、今時間がもう少しで夜の22時になるんだけど、本日は11時済みなんで早すぎても閉めないんで10時半ぐらいに行って積んで千葉県の野田市の方へ、野田市じゃねえ、習志野市の方へ向かいます。ちゃんと今日動画時間が結構あったんで動画作ろうと思ってたんだけど、早く終わるかなと思って、6時には終わるかなと思って朝なんだけども、結局もうコンビニ着いて休む時間がもう11時過ぎて、飯食ったら12時になっちゃったんで、寝て起きたら夜です。本日出国で、ドン・キホーテ行った時、この間行ったんで、鎌倉焙煎コーヒーって言うんですグラムがおすすめってことなんで、水筒に入れるんで2つだね。入れ物も結構ちゃんとします。まず1杯目が終了。1杯目終了。
早めに行きます。それではいただきます。うん、OK、 はい、OK です。肩を拭いて立たして、あと30分経ったら移動したいと思います。ではそんな感じでまた。Yeah. はい、トイレ終わって出てきました。足柄サービスエリア、もうこの時期夜ジャケット着てるけど結構スースーして寒くなってきてます。サクッと430終わったら習志野まで走って、夜間受付して休みます。今日はそんなに眠くないんで、まあ体の方は楽だけど気をつけてあと2時間走りたいと思います。真っ暗、足柄サービスエリアからでした。本日仕事2時からなんだけど、行く前マクドナルドでアイスコーヒー買っていきます。なんか眠い。仕事行くまでは結構目が覚めてんだけど、仕事行こうとする時間になってくればなるほど眠くなってくる。飯食ったからか昼寝したいです。今神奈川県川崎市の東扇島にいます。今待機中で、今日もこれから今地場と八王子と厚木行ってきて、これから東扇島で住んで川口と川島の方行って、本日の仕事は終了で、明日の朝から、明日はそれで鶴ヶ島からスタートって感じで、そのまま地場終わったら、サクッと工場の方、明日の朝の工場の方現着して寝ちゃいます。そんな感じで待機中です。はい、現在時刻22時25分、東扇島の方で今セットの方終了しました。これから川口と、川島2カ所下ろしに向かいたいと思います。はい、2020年10月16日今日も太陽天然で降りてます。相模原国道120号線沿いです。はい、鱗が好きです。自分は鱗が好きです。やっぱ鱗はかっこいいね。すげえいい感じだな、この感じ。夜の散歩
公園散歩。仕事終わって早く帰ってきたんで、夕方のソルの散歩してます。ソルの公園で見えないか。